けいただいてありがとうございます。今日は東京都の宮川明さんの質問にお答えしましょう。ザ・ドリーマーズの皆さんはどんなスターのファンですか？教えてください。よっちゃんは？私はララミー牧場のロバート・フラ。アミちゃんは？私はトロイド・ナヒュ。フユちゃんは？植木ひとし。これまた失礼いたしました。イギリスの14歳ヘレン・シャピロの曲が大ヒットしています。子供じゃないのを聞いてください。5人のメンバーはみんなミュージカルの舞台に立っているわけですが、ミュージカルといえばオーディション、ね、最近はすごいですよね、オーディションの数もね。藤田さんなんか何回ぐらいオーディション受けました？私は本当にプロに入る前ですけど、なんかチャンス掴もうと思って受けてたんで、書類選考で落ちたのを入れると数十回ちゃんと行ったのも十何回ある、うん、最後まで残ったのは、あ、最後まで残ったら受かったってことですよね、うん、それは、レミゼラブルがまず本当に最初で、その後はのんちゃんの夢。あ、そうですか。レミゼラブルやってる最中も受けたりとかしてましたけど、いろんなオーディションを。でも落ちましたけど。へえ。のんちゃんもさ、でもレミゼラブルやってる最中に受けに行ったんだよね。そうです休演日とかに受けに行って、でやっぱオーディションって緊張するから、慣れるためにね、練習の場だからって言って、落ちて元々で結構受けに行ってたところがあるから、のんちゃんの夢はオーディションがね5回ぐらいあったんですよ、書類選考を入れると。だから本当に一次試験受かるたんびにこう驚いてね、次はどういう対策を練ろうかみたいな感じで。あ、なるほどね。土井さんは？
私はね、そのオーディション、オーディションが怖いんですよ。もう怖くて怖くて、だからなるべくオーディションがなくて舞台に出られる道はないだろうかって、そればっかりやってきたから。そうだね。ね、それもね、いいことですよね。自分トライしていくっていう気持ちってね。そういうことかもしれないね。本当。でもやっぱりね、そこで自分の個性とか自分を売らなきゃいけないわけだから、そうそう、上がっちゃうと本当。